はい、じゃあゴールデンウェストレイクの、珍しいビラタイプですねのお部屋が今1軒空いてます。そこをご紹介しますね。はい、まず目の前にこういった、まあ、キンダーガーデンですね、カナディアン、メープルベアですかね、キンダーガーデンがあって、上はこのゴールデンウェストレイクの塔がありますよね。はい、この隣接しているところにこういったビラタイプの綺麗な、まあ、4階建てのビラが並んでるんですよね。その中の一つ、この16番っていうのが、これが今空いてます。で、これ、まあ、間口がですね、この端からずーっとこの横のカーポートまで、ここまでが、間口です。はい、車を当然駐車できる電動のこういったシャッターもついてまして、中にはこう洗濯機とかね、ちょっと水洗いをする、車をここで洗うっていう趣旨もあるんでしょうけども、で、お手洗いもこうついてて、横はちょっとした多目的な、まあ、収納というかですね、いろんな車を洗う道具であったり脚立であったり、そういったものを多分置いておくんでしょうね。はい、でこの中からキッチンにつながっていると。はい、キッチンにこうつながってリビングにつながっている、こんな感じですね。はい、じゃあ順番にこう見ていきます。全部で延べ床が500平米です。はい、500平米の部屋ですね。はい、入り口入ってまずこんな感じですね。はい、ちょうど前回住んでた方がチェックアウトで、その時に用意して揃えた家具をそのまま置いていっていただいてます。はい、ここにある家具はそのままお使いいただけますし、プラスとして何かこう足していただくということも可能ですね。はい、まず1階に広いリビングダイニングと、プラスこの両脇にあるこういったスペースですね、これ駐車場の奥ですけども、こういった、まあ、スペースが中にあります。はい、ゴルフのスイングをしてもらうのもよし、何かここでお子様のちっちゃなプールを出してね、泳いでいただくのもよし、いろんな使い方ができるかなと。でこの横もこういったちょっとした池みたいな、はい、こういうスペースがあります。とても広いですよね。はい、これがリビングダイニング、まず1階部分ですね。はい、で横にちょっと脇にこういったトイレと洗面もついています。はい、ちょっと全部で部屋がですねかなりたくさんあるので、順番によってご紹介しますね。はい、ここカウンターキッチンで、冷蔵庫ありますよね。でこの横がこう、はい、外のところにこう出れるんですけども、これがお隣さん、向こうですね、お隣さんです。はい、でここがカーパーキングとか今ありましたよね。はい、それとこの上ずっと4階建ての、建物ですね。はい、裏もこう裏側に回って向こうの方にこう抜けていけるんですけど、はい、まずキッチンがですね、この横幅の広いエレクトラックスのキッチンがあって、四つ口のガスコンロですね、ガスです。で2つ、これもエレクトラックスの、ビルトインのオーブンですね、贅沢ですよね、がついてます。これも標準です。はい、収納に関してはこんな感じですね。裏側にこう、振り返ってもらったら下にたくさん収納がついてます。はい、で2口のキッチンシンクですね、こう人造大理石みたいな感じですよね、とても豪華ですね。はい、でちょっとしたこういう収納がねたくさんこうありますから、はい、まあこういったところをご利用していただいてお使いいただく、まあ、たくさんのお客様のゲストをねお招きして、はい、招待しなきゃいけないよという方にとってはこういった間取りはいいかなと思います。これが1階部分ですね。じゃあ2階に上がっていきます。はい、今これ入り口ですよね、入り口です。はい、で横にこういうちょっと扉があって、よいしょ、今ご紹介しましたこういったスペースもこうありますね。はい、これが同じ敷地内にあるスペースです。はい、よいしょ、で、上に上がっていきますね。はい、まず2階部分ですね。はい、足元にはこういった足元灯があるので、夜もね特に安心かなと思います。2階に上がったところがまたちょっとしたリビング、はい、リビングのお部屋があります。この部屋にまず一部屋サブベッドルームがあります。こういった感じですね、ベッドルームがあります。ここはまあ収納スペースですね、電源もたくさんこう足元にありますけど、はい、まあ、元々こうクローゼットがついてますから、はい、エアコンも独立してここで、はい、効かすことができますよね。はい、これが、一つ目の部屋、また上にも階段があるんですけど、ここにちょっとした、まあ、かなり高そうな、はい、ダイニングソファーセットがありますよね。パナソニックのビエラがあります。はい、ここがちょっと吹き抜けみたいになってまして、下先ほど見た、はい、スペースですよね。でもう一部屋、
これもサブベッドルームだと思います。はい、ここにもサブベッドルームがあります。まあ、読書等をここに置いていただいて、はい、クローゼットで、ここの部屋はそのまんま、はい、お手洗いと、グラスシャワーですかね、はい、もうついてます。はい、そのままついてます。はいですね。はい、でここが2部屋、まず2階部分にちょっとしたくつろいでいただくスペースと2部屋あるということですね。メインベッドルームはこの上にありますね。はい、でここにもう一つゲスト用にお手洗いがとグラスシャワーがあります。でこの外ですね、この外出ていただくと、まあ何て言いますかね、ちょっとしたこのベランダスペースがあります。はい、ベランダスペースがあります。ちょうどお手洗いに面しているので、まあ、あの水回りのね、こう湿気取りでここ窓を開けていただければ、はい、湿気抜きにはなるかなと。はい、ぐるーっと周りを取り囲むようにね、ここが先ほどの部屋のとこですね。1階が先ほどの入り口がそちらですよね。はい、1階部分こんな感じです。目の前が、こんな感じ、ウエストレイクがこうずらーっとありますよね。はい、向こうも、ビラタイプが見えています。はい、まずここ2階部分で水道もありますので、ここでお子様がこう、ちっちゃなお子様がね、水浴びしていただくのも、はい、ワンちゃんがこう遊んでいただくのもいいんじゃないかなと思います。はい、これが2階ですね。はい、で、今度じゃあ、3階に上がっていきます。はい、3階ですね。同じように足元灯がこうついてますので、はい、暗くても安心ですね。この上、ここがメインベッドルームですね。メインベッドルームです。はい、メインベッドルーム入っていきますね。はい、ちょっと電気が今ついてないのかな。よいしょ。はい、こんな感じですね。メインベッド、天井はとっても高いですよね。天井非常に高いです。でサイドキャビネットがあって、挟まれてこういうベッドがあると。で鏡台が、まあ、前の方が使ってたんでしょうね。ここはもちろんカーテンをすることもできますし、まあサニタリースペースがありますね。はい、とても広いですね。白を基調にしたタイル張りと、あとフローリング、木のフローリングですね。はい、こちらはベランダになってます。はい、カーテンは結構高そうなカーテンをこう前回の方つけてらっしゃいますよね。でここはメインなんで、まあ、ちょっとしたこういうウォークインのクローゼットもあります。はい、天井高の収納スペースもあります。はい、予約はもちろんここで聞かすことができます。はい、一応、まあ、取っておきましょうかね。こんな感じです。で、ウエストレイクには標準の、テレビ、お風呂を見な入りながらテレビを見るということもできます。はい、こんな感じですね。グラスシャワーもこの横にはちゃんとついてますね。入り口があります。はい、これがメインベッドルームですね。はい、もう一部屋この横にあります。ここは特に何も家具が入ってないんで、これからの交渉次第ですね。ガラーンとしてますけど、収納はもちろん標準でついてます。奥行きはこんな感じですよね。はい、これぐらいの奥行きの収納がついてると。でここも後ろを振り返っていただければ、サニタリースペース、グラスシャワーとお手洗いがついてるとっていうのと、ここはまあバルコニー、バルコニーはありませんけどもね、ちゃんとこう天井高のかなり大きなサッシがあるんで非常に明るいですよね。はい、ですね。でここが階段下のちょっとした収納スペースになってますので、まあいろんなものをここで、はい、入れていただければ電気もつきますので収納ですね。これがサブベッドルーム1、2、2階に2部屋、3階に2部屋、今は 4部屋見ましたよね。4部屋あるわけですね。要はね、4ベッドルームだと思います。でこのまたさらに上、はい、これ何があるかですね。階段はめ殺しの、あ、はめ殺しじゃない、一応開きますので、ね、一応危ないんでガラスの、腰高のガラスの壁面があって開きます。はい、で風の通しを入れていただいたこの上、この上がジャグジースペースですね。一番の屋上です。じゃあ4階に上がっていきますね。はい、4階に上がっていって、ここが最上階、最上階です。はい、ぐるーっと回ってここへ最上階ですね。はい、こんな感じ。まあここで何でしょうね、バーベキューとかやるのもよし、ここに電源がありますから、はい、結構ですね。でまあここにシャワーもありますし、ジャグジースペースもあります。はい、
で、ここはまあお手洗いですね。よいしょ。まあ、お手洗い、グラスシャワーも一応屋上にもついているというのと、はい、ジャグジー。で、この横はなんとサウナもあるんですよね。これが家庭ホームサウナになってます。サウナもついてます。贅沢ですよね。はい、サウナスペース、こんな感じですね。はい、ちょっと木の匂いがブーンとしますけども、はい、こういう感じですね。全部で4フロアあります。で、延べ床でいうと500平米ですね。1階部分が約150から160平米ぐらい。それがまあ4部屋重なってるっていう、4つのフロアで重なってると。全部で4ベッドルームですね。お手洗いの数はちょっと計算できません。すいません。はい、こんな感じですね。この部屋が今空いております。はい。で、大体まあこれから家賃に関しては、まあ、要相談なんですけども、大体そうですね、500平米で、今、ざっくりで申し訳ありませんけど、まあ、4500から5000ドルぐらいかなというような、今、オーナーさんとの話です。はい、なんで、ご希望の方ね、はい、これぐらいの広いスペースを、探されている方、で、まあ、お子様がね、やっぱり学校に通うと。この辺だったら結構小さなお子様たくさんゴールデンウェストレイクなんていらっしゃいますから、まあ、そういう学校と同じところに通わせたいよという方、はい、で、この横はまあアパートメント棟がありますからね、そこにたくさん日本人の方が住んでます、はい、でちょっとワンランク上のビラタイプの、暮らしですよね、どうかということですね、はい、この500平米まとまった広さでだいたい5000ドルちょっと高いのかもしれませんが、はい、予算に合う方はここを狙うのも一つの手かなと思います、はい、なかなか出てこない、まあ、ウエストレイクのビラなんですけども、一つ家具が全部揃っている部屋ですね、はい、前回撮ったのは家具全くなかったんでガラーンとしてまして、そこから、まあ、オーナーさんとの交渉で家具を入れていくんですけども、まあ、家具の選別に関してはオーナーさんとの話し合いこれからしてもらってもいいと思います。うちを通していただければそこの交渉もしっかりやっていきます、はい、ただこのゴールデンウェストレイクのスペースで500平米で、まあ、5000ドルまでの家賃で、税金管理費とこの、家具の使用料を含めてその分だけで5000ドルです、はい、またプラスしてね、インターネットであったり日本の番組であったりいろんなものを追加してハウスキーパーさんとかも追加したい場合もあると思うんですけど、その場合は当社の方に言っていただければ、はい、交渉をして家賃に契約金額に入れて交渉することはできます、はい、いかがでしょうかね、はい、以上ゴールデンウェストレイクの中にあるビラタイプ、珍しいんですけども空きが出てます、はい、500平米延べ床500平米の、約4500から5000ドルのお部屋のご紹介でした。以上でレポート終わります。